ブライアン・ジェームス、ブライアン・ジェームス、ブライアン、ジラール・ジェームズ、1969年5月20日帯は、アメリカ合衆国のプロレスラー、ジョージア州、マリエッタ出身、WWF 時代のロードドッグ、ロードドッグ、ティネ時代の BG ・ジェームス、BG ・ジェームズの、リングネームで知られる。天性の美声から繰り出される、マイクパフォーマンスの名手。 父親は1970年代に活躍したプロレスラーのボブ・アームストロング、兄のスコット・アームストロング、ブラッド・アームストロング、スティーブ・アームストロングも元レスラーである。アメリカ海兵隊出身で湾岸戦争への従軍経験もある。1986年、当時の加盟団体であった CCW ・コンチネンタルチャンピオンシップレスリングにて、父、 兄弟たちが使用していたリングネームであるアームストロングをあやかり、ブライアン・アームストロング、ブライアン・アームストロングでプロレスラーデビューを果たす。1992年、ジム・コルネットが主催する SMW ・スモーキ・マウンテン・レスリングにて、リングネームをダーク・シークレット、ザ・ダーク・シークレットへと変更。シングル戦線で活動するも、前座としての出場機会が中心であった。 1993年より、リングネームをブライアン・アームストロングへと戻し、兄のスコット・アームストロング、ブラッド・アームストロングとザ・アームストロングス、ザ・アームストロングスなる兄弟ユニットを結成して、活動を。1994年1月、当時メジャー団体であった、WCW と兄弟と共に契約を交わして、入団。ブラッドとのタッグで活動するが、 トップ戦線に絡むことができず、シングル戦線では、WCWUS 王座を保持するスティブ・オースチンに挑戦するもダッシュすることができなかった。1995年4月、メジャー団体である WWF へと移籍。ザ・ローディ・ザ・ロアジへの、リングネームで、ジェフ・ジャレットとタッグを組んで、レーザー・ラモン &1 から2から3キットと短期構想を展開し、 6月25日のキング・オブ・ザ・リング1995では準決勝まで進出するも、ラモンをセコンドに従えたサビオベガと対戦するが敗戦した。1995年8月より一時、WWF を離脱。フルスである SMW を経由して、WWF と提携していたジェリー・ジャリットジェリー・ローラーが主催する明日は、 ユナイテッドステイツレスリングアソシションに、ジェシー・ジェームズ・アームストロング、ジェッセ・ジェームズ・アームストロングの、リングネームで参戦。初参戦となる10月30日、トレイシース・スマザーズと組んで、明日は南部タックザをダッシュ。PG-13、JC ・アイス&、ウルフィ・ディとの構想後シングルプレイヤーへと転向し、WWF で相棒であったジェフ・ジャレットと明日は、ヘビー級王座。 アスは統一世界ヘビー級王座をめぐって抗争。1996年6月10日、ジェフとアスはヘビー級王座敗者アスは追放をかけた試合を行い敗戦し、アスはから脱退することになった。1996年6月、オットー・ワンツがオーストリアにて主催するクア、キャッチレスリング・アソシエーションに短期参戦後、8月よりアスはに復帰。9月には、 構想相手であったウルフィデーのスケットとなり、ビル・ダンディジェイミー・ダンディーと構想を開始、ラダーマッチやテーブルマッチといったハードコアマッチを展開した。1996年10月、WWF にジェシー・ジェームズ、ジェッセ・ジェームズのリングネームで復帰。1997年4月よりロッカ・ビリーと構想を展開。10月よりリングネームをロードドッグ。 ロードドックへと変更。同月には、構想を展開していたロッカビリーが、リングネームをビリーガニへと変更し、ニューエイジアウトローズ、ザニューエイジアウトローズなる、タッグチームを結成。11月24日の RAW is ウォーにて、リージョン・オブ・ドゥーム、フォークアニマルから、WWF 世界タッグ王を奪取した。当時、飽和状態であり、 王者チームの入れ替わりが激しかったタック戦線において、長期防衛時、1998年1月より開始された、チェーンソーチャーリーカクタス・ジャックとの構想においても、幾度なく、挑戦を退けた。3月29日、WWF 年間最大のイベントである、デッセルメニア1点にて、チャーリージャックとダンプスターマッチによる王座戦を行い敗戦して、 ベルトをダッシュされたものの、翌30日の RAW にて、スティールケージマッチで再戦が行われて勝利し、王座を奪還。そして共闘関係にあった d ジェネレーション X へとメンバー入りし、キャリアのピークを迎えることになる。d ジェネレーション X として、ネーション、コーポレーションとユニット間の構想を展開する中、WWF 世界タッグ王座を通算5回獲得を見せる。 2000年 d ジェネレーション X として活動が休止。新たなパートナーとしてケイクイックとヒップホップタッグを結成して活動するも、ニューエイジアウトローズほどのインパクトを与えられず、中堅と甘んじる。そして、薬物所持が発覚したために12月18日、前座番組であるジャクトの出場を最後に WWF から解雇となった WWF 解雇後、 2001年10月より、WCW、WWF のレスラーたちが集結した、ワビー、ワールドレスリングオールスターズに参戦。同月23日、オーストラリアツアーにて、ジェフ・ジャレットと、初代ワビー世界、平級王者決定戦を行い勝利し、初代王者に君臨した。12月3日、イングランド・ロンドンで行われた、ロンドン・ランブル・バトル・ロイヤルにて優勝を飾る。 2002年1月4日、いわミッドサウスにて後に、ロー、WWE で活躍することになる、CM パンクと対戦して敗戦している。2002年9月、ジェフ・ジャレットが主催する、ティネと契約を交わし入団。リングネームを、BG ジェームズ、BG ジェームズへと変更。同月18日、タックガントレット4ゴールドバトルロイヤルに、 ブライアン・ローラーとのタッグで初登場するが優勝するに至らなかった。2003年5月、コナンと組んでアナ・アキー・アライアンストーナメントに出場したのをきっかけに WWF 時代のパートナーであったロン・キリングスも引き入れてヒップホップユニットサンリットル系ンライブクルーを結成。11月26日、海世界タッグ王座を保持するジョニー・スウィンガー サイモンダイヤモンドに対して6人タッグマッチで王座戦を行うことを要求。グレン・ギルバーティを加えたスウィンガーダイヤモンドと対戦して勝利し、ベルトをダッシュ。同時に3人で王座を共有することになった。2004年フェイスターンしてリング内外を暴れ回っていたスコットダモール率いるチームカナダと交想を展開。11月7日には PPV である ビクトリーロード2004にてコナントのタッグで、ボビードエリック・ヤングから、ムイ世界タッグ王座を奪取した。2005年、ティネ所属でありながら、ムイ加盟団体やインディー団体に参戦。4月17日、BCW、ボーダーシティレスリングにて WWE から解雇となり、ティネに移籍してきた、ジアウトローとニューエジアウトローズを再結成。A-1& トライタンと対戦して勝利。10月8日、ムイレッスルバーミングハムにて、ムイ、アラバマヘビー級王座を保持するトム・プリチャードと対戦して勝利し、ベルトをダッシュしている。ティネでは11月29日、ジアウトローが、ジェームスの兄弟であるということを発言して、キップ・ジェームスへとリングネームを変更。3リットル系に加入して4リットル系、4ライブクルーとなる。 12月11日、PPV である、ターニングポイント2005にて、チームカナダ WS4 リットル系との対戦において、突如増反し、敗戦、切符とユニットから脱退することを宣言し、ジェームス・ギャング、ザ・ジェームス・ギャングを結成した。2006年、タック戦線で活動する、モダブリュー・ WWF 時代ような王座をめぐった争いに、食い込めず、11月より、 タックネームを、ブードゥーキンマフィア、ベデューキンマフィアへと変更。2007年、王座戦線には相変わらず加わることができない状態であったが、LAX、スタイナーブラザーズ、リック・スタイナースコット・スタイナーとの構想で、ストーリーラインを盛り上げた。2008年1月、ギップとのタック間において徐々に亀裂が生じるようになり、2月10日の p p v アゲンスト・オール・オッツ2008では、キップの代理として父であるボブ・アームストロングとの親子タッグで TA 世界タッグ王座を保持する AJ スタイルズトムコに挑戦するも敗戦。これが決定打となり、キップとのタッグは解消することになった。4月13日、PPV であるラクダウン2008にてキップとスティール・ケージ・マッチによる離婚戦を行い勝利した。キップとの交後、 シングルプレイヤーへと転向。2009年3月21日、GLCW グレートレイクスチャンピオンシップレスリングにて切符閉じ、アウトローズ、ザウトローズのタックネームで参戦。ケビン・ナッシュスコット・ホールトンを VSD ジェネレーション X を実現するも試合途中に、ナッシュがホールを裏切り、孤立したホールを圧倒して勝利した。5月2日、ハウスショーにて、 ブルータス・マグナスとの試合をしたのを最後に、ティネより、解雇となった。ティネ解雇後、2009年6月27日、ジャッポ・ジャージー・オール・プロ・レスリングに参戦。10月17日には、ジャッポ・タッグ王者チームであり、故障していたブロディリーの代理として、ネクロブッチャーのパーナーを務めて、王座を防衛。11月27日、CCW。 コースタルチャンピオンシップレスリングにて、ニューエイジアウトローズとして出場し、ローダウン、チャズディーローブラウンと WWF、ディーオンマッチを行い勝利。2010年1月30日、ムイ・ヒューストンにて、ディスファクションと組んで、秋タッオ王座を保持するメイソンクイーンと 2VS1 により、ハンディキャップマッチを行い勝利して、ベルトをダッシュ。4月より、クエイ。 カナディアンレスリング、SED と似て、ニューエイジアウトローズで参戦。ロードドッグビリーガンのリングネームで出場した。2011年3月5日、PWS プロレスリング新ケイと似て、勝者は PWS ヘビー級王座を獲得することができる。変則6人タッグマッチにて、ビリーエックスパックと D、ジェネレート・オブ・レスリング D、 ナーイズ・オブ・レスリングのあるユニットを結成して、リアリティチェック、ダニー・デマントケビン・マシューズ王者である、デボン・ムーアと対戦するが敗戦し、ベルトをダッシュするに至らなかった。8月12日、WWF や WCW に所属経験のある ICP が主催する JCW ・ヤグロー・チャンピオンシップ・レスリングにニューエイジ・アウトローズとして参戦。ジャオ・ナッシュ X パックと対戦するが敗戦した。2011年4月2日、ジョージア州アトランタのフィリップスアリーナで行われた WWE 電動の記念式典に出席、ブラッドやスコットと共に、父のボブ・アームストロングの電動入りのインダクター、務めた。10月からは、ロードエージェントとして、WWE と再契約し、裏方ながら、久々の WWE 復帰が実現。 12月12日の RAW で行われたスラミーアワードにプレゼンターとして登場したことをきっかけに TV 出演の機会も増えている2012年1月29日ロイヤルランブル2 0 1 2にてロイヤルランブルマッチで23番目の選手としてサプライズ参戦7月23日 RAW 旋回記念放送であるにて ビリーガンと X パックと共に1998年4月7日に WCW がバージニア州に所在するスコープアリーナで開催したニトロに襲撃した時の戦闘用ジープに乗って登場 D ジェネレーション X のメンバーと久々に顔を合わせ往年のマイクパフォーマンスを披露した12月にはニューエージアウトローズとしてハウスショーに出場2013年3月4日 RAW にて、プリモエピコと対戦して勝利。同月十一日、RAW にて、ローデス・カラーズ、コーディ・ローデスダミアン・サンドウと対戦するも試合途中に、ブロックレスナーの入りにより襲撃されノーコンテストとなった。二千十四年一月十三日、RAW にて、ヒールターン、ザ・シールドと構想中であった CM パンクのスケットとして登場し、 対戦するが敗戦。同月26日、ロイヤル・ランブル2014にて、WWE タック王座を保持する、コディローデスゴールダストに挑戦して勝利。ベルトをダッシュした。2月より、ウーソズとベルトをめぐって、抗争を開始。また、ダニエル・ブライアンと抗争中であったケインと共闘。同月28日には、参加団体である NXT にて、 ジェイソン・ジョーダンタイデリンジャーと対戦して、胸を貸している。3月3日、RAW にて、ウーソズと WWE タッグ王座を行い、敗戦し、王座陥落。4月6日、レッセルメニア XXX にてケインと組んで、ザ・シールドと対戦するが、わずか2分で敗戦した。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。